者？へえ、この世界にもいるんだ。でもなんだか険悪な雰囲気だ。あなたがネプテューヌ？名前だけじゃなく見た目もそっくりなのね。悪いけどちょっとだけ静かにしていてくれる？今はそっちの女神たちに用があるの。あのゲーム見覚えがあるとは思ってたのよ。まさか君たち失敗女神が関わってるなんてね。今さら戻ってきておまけにゲーム開発？C 社聞いてくれ。僕たちは悪いけどそれはできない。そっちに退く。あなたたちのそのゲーム販売差し止めを求めて。な、何それ。販売差し止めってメーカーズデュエル？メーカーズデュエルは初めて？そりゃあ何でもできるわよ。その代わりもし私が負けたらうちが持ってる販売エリア。さあどうするの？尻尾を巻いて逃げるって言うなら止めない。社長お願い、このメーカーズデュエル受けさせて。見せたいのよ、私たちは本気だってところを。分かった、一緒に戦おう。 C 社、メーカーズデュエル、このネプテューヌ社長と愉快な女神たちが受けて立つよ。言うじゃない、ちょうどいいわ。あなたのこともついでに見極めさせてもらう。どんな相手でもへっちゃらだよ。お姉さんが遊んであげよう。相手はゴールドサード。本気を出さなきゃ絶対勝てない。やった。私たち、さあ本気でいくよ。ちょっと一緒に開発してた。いくよ。あれの出番だよ。よし、ドキドキ見せちゃうよ。出し惜しみは一切なしよ。全身準備完了。これでもそのテーマだ。任せてくれ、引き裂いてあげよう。まだ始めるか。ドゥーダマさばいてやる。これならドン粉みじんにする。まだ今とやっフラネッカーカズロ食らいな。やめて C 社、なんで私たちが戦わなきゃいけないの。メーカーズデュエルよ。どんなことも忘れてしまったの？無駄だピピ、 C 社は本気だ。戦って勝つしかなさそうだね。うわっ！ピピッと来た！そんな！よしな！行け！行け！これが私の本気！そりゃこれは効いたね、これは効いたね。ドカーン！これならどうだ。いや、これは効いたね。いや、目じゃないわね。ピピの力、思い知ったかしら。なるほど、言うだけのことはあるみたいね。認めるわ、今回は私の負け。約束通り販売エリアは開放するわ。そのゲームの販売もひとまずは。もしあなたたち女神が勝つって。勝った、勝ったのよね私たち。これで C 社も私たちを認めて。喜ぶのは早いと思うな。ああ、彼女はゴールドモードを使わなかった。あ、そっか、全然本気じゃな。
シーシャ、なんだかピピたちのこと怒ってたみたい。それはいろいろあるのよ。シーちゃん、ネプちゃんの名前も知ってたね。どうし、ふん、かつての過ちか。この次元、思ったよりも楽しい。